それではですね、こちらのキット、タミヤから出ております48分の1ですね、陸上自衛隊10式戦車、こちらのキットの仮組みが終わりましたのでご紹介していきたいと思います。実はこのキット、2作目でございます。で、1作目はですね、作ってた過程で部品を3つぐらいですね、なくした関係上、もう1個キットをですね、こちらのキット買いまして、そちらの1個目の方にですね、部品を流用した関係で、棚に放置してました。ですが、せっかくなんで今回買って作ってみました。で、すでに1回作ってるので、結構順調に作れました。はい。じゃあ早速紹介していきたいと思います。で、まずですね、こちら。車体、足回りになります。車輪はですね、例のごとく固定してます。はい。で、あと、この電池みたいなやつが重りですね。キット付属の重りです。こちらも、接着しております。それから、内側からラッカーパテで補強のためにべったり、塗っております。はい。特段、この足回りについては、ディテラップとはしてないような状態です。はい。で、続いてですね、車体本体ですね。まずですね、こちらはですね、今回はですね、金属パーツを採用してみました。まあ、エンジンの上のカバーだったりとか、この辺の上部のカバー類ですね。それから、前方のライトカバーだったりとか、泥除けとかに金属パーツ使ってます。で、こちらの金属パーツなんですけど、今回ですね、購入して使ったのはですね、こちらですね、テトラさんから出てます、専用の、タミヤ専用のこのキット、48シリーズ専用のディティラパーツです。こういう感じですね。裏側も。はい。で、全部のパーツは使ってないんですけど、まあ、こういう感じで、ピックアップして採用してます。それからですね、泥除け類のこのゴムのカバーもついてます。はい。で、こちらのパーツを使ってます。で、このサイドなんですけど、この取っ手については、真鍮線、0.3 ミリの真鍮線を曲げて、で、ピンバイスで穴開けて、自作して作ってます。ですんで、まあ、よく見ていただくと、いびつにですね、ちょっと、形が、ばらつきがあるんですけど、まあ、これは、手作業でやったんでしょうがないかなと思います。はい。で、この下の泥除けについては、今回、先ほどのパーツは使わずに、このまま標準のままでいこうかなと思ってます。反対側も取ってつけてます。結構数が多くてですね、やり始めてちょっと後悔して、うわ、思ったよりか数多いなと思って、すごい時間かかりましたね。はい。仮組み完成するまでなんか3、4ヶ月だらだら作ってた感じがしますね。で、さすがにこの車体上部のこの取っ手類は削って、で、穴開けてっていうのはちょっと無理なんで、この上部についてはそのままにしてます。はい。こちらが車体になります。それから次がですね、砲塔ですね。はい、こちらになります。でこちらもですね、先ほどの金属パーツを使ってます。こちらのカゴのところだったりとか、あとわかりにくいんですけど、この鎖ですね、チェーン類とか、あとキューポラ周りのこの金属のところとかを使ってます。あと横とかですね。はい。で、先の車体と同じようにですね、サイドのところについては取っ手を作り直してます。で、大きさがですね、先の車体に比べてこの取っ手の幅がちっちゃいので少し苦労してまして、さらに歪になってます。あと横から見た感じでこう、一直線になってないんですけど、そこはもうちょっとこれ以上私のスキルでは、無理だなと思って諦めました。で、今回ね、砲塔については上の方の上部もこの取って付け替えてます。それから、この辺のカメラとかこういう横とかも
作ってますね。それからこのポチはガンプラの部品を利用してます。この辺もそうですね、ガンプラの部品と金属パーツ、じゃあ真鍮線ですねで自作してます。はい、でこちらアンテナなんですけど、アンテナとこのアンテナのカバーについては冒頭申し上げた通り1作目の方にこの部品なくしたんで、流用した関係上今回作った上でなかったんで、自作というかですね、ジャンクパーツで流用しました。確か戦艦の方針とどっかの戦車の部品だったと思います。はい、それから1個目作った時はかなり苦労したこの後ろのこのカゴですね。今回はですね、前回の反省を踏まえて結構丁寧に作ったんで、全く歪みもなく一発で作れました。一体なんで1回目あんな苦労したんだろうっていうぐらい歪んで接着したりとか、この正方形にするのは長方形ですね、形出すのが難しかったんですけど、今回は綺麗に作りました。はい、それからこちら方針になります。方針もですね、先端の部分は1個目に流用したんで今回なかったんで、やむを得ず自作しました。どっかのジャンクパーツを2つ作って、ちょっとここもピンバイスで穴開けたんですけど、ずれたりとかしてるんですけど、まあいいかなというところです。はい、それから機銃ですね、金属パーツ一部つけてます。で弾があるような感じになってます。で、あとですね、機銃のこの先端の穴をピンバイスで穴開けてます。はい、で、あとこういう、これもカメラかな、はい、部品があります。まあ一部ちょっとジャンクパーツつけてますけど、これはね、後でね、ここに変更フィルムかなんか貼ろうかなと思って今接着資材で分けてます。はい、ということで、結構ここまで来るのにこの取っ手類を真鍮線でやりだして本当にドツボにはまって時間かかってしまったんですけど、ようやく仮組みが終了したという感じです。しかし前作も思ったんだけど、やっぱりフォルムがかっこいいですね。はい、でちなみにですね、こちらがですね、まあ以前動画でもご紹介しました1作目ですね。はい、まあ、方針のところとかですね、こう穴が開いてるやつとついてないやつか、ちょっとわかるかな。はい、こういう感じだったりとか、まあこの機銃もだいぶディティールアップされてるかなと思ってまして、まあちょっと迷彩はこの都市迷彩で派手なんですけど、素組みしたのとディティールアップしたのところでこう違いが出るかなと思いますので、完成してから比較したいなと思ってます。この奴隷受けもだいぶ感じが違うかなと思います。はい、でキャタピラーですね、組み立て式なんですけど、まだ接着してないです。この足回りの塗装とかですね、車体の塗装終わってから接着したいなと思ってます。はい、で一応ですね、こちらのキットについては、通常の自衛隊の迷彩を施す予定にしてます。あまり汚さないつもりで仕上げようかなと思ってます。はい、ということで今回ですね、48分の110式戦車ですね、こちら仮組のご紹介でした。はい、よろしければですね、次回もご視聴いただけたらと思います。あとチャンネル登録していただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ここまでローガン戦士コロナ後でした。ありがとうございました。またお願いします。